ということで、今日は多忙につき僕一人でバラしていきますので、ご覧ください。いつもならね、バラして、はい、終わって、はい、組み始めますなんですけど、せっかく上げてるんで、新しいパーツつけていきます。これもベクサスの純正部品です。約1時間ないかな。いつもだったらね、2人ぐらいでやるんですけど、ちょっと多忙っていうことで、今回僕1人でバラしてますけど、これバラし終わったパーツ、バンパー、ボンネット、まあ、ヘッドライトもね、ここにありますけど、この他もろもろ今バラせる、フロントまででバラせるものバラしていって、で、まあ、これ今バラしたんですけど、クーネソナー類裏回ってもらって、クーネこの RM も全部、これも後ほどバラして新しい LM のバンパーにね、移植していく形になるんで、移植していきますけど、まず一旦はね、これ読んで、トヨタレクサスなんとかパーツなんとかパーツあたり一回ね、検品で開けてはいるんですけど、よろしいですか。カメラ止めるなよ、カメラ、はい、てれん、これが新品ヘッドライトね、言ってた三眼 LED ね、でデイライト、シーケンシャルウインカーで、コーナーリングランプと、コメントとかでコーナーリングランプとかちゃんとつくのとか、車検通るのとか、まあ要は なんで車検通るのって言うかっていうと、まあ、左側通行の国って左側で走るから、同じように光ってるように見えて、歩行者がよく照らされるように、歩行者側にちょっと光量いってるんだよね。光量とか光軸というか、だからこう走ってて、まあこっち対向車だからいいけど、なんでちょっと笑ってんの。なんで笑ってんの。左ハンドル右側通行って、右側のね、歩行者をちゃんと照らされるように作られてるわけ。だからそれだと逆に日本では車検通らないわけ。だからよくコメントでね、左ハンドル用の車なのに車検通るのみたいなことね、よく聞かれるんですけど、レクサスは両方対応してるわけですよ。左側にも寄せれる、右側にも寄せれるっていう形で作られているので、別に何か加工する必要もなく、光軸調整さえすれば全然ヘッドライトも全然適合取れて、日本でも全然普通にね、走れるようになってますというものです。ここに要はあの30後期のエグゼクティブラウンジ、アルファードの、ね、エグゼクティブラウンジを元に根本的な LM が作られているので、中身は違うけど機能は一緒、全部ヘッドレッドコンピューター、後期にもともとついているアルファードのヘッドレッドコンピューターをこのね LM にそのままドンと移植してあげるだけで、コンピューターね、でカプラオンだし、加工したわけでもなく、普通に LM のヘッドライトのこのカプラあるじゃない、これアルファード側にも実は同じくついてて、コンピューターベロンって交換してあげるだけで普通につくようになるんです。例えばアルファードね、2眼とか
三眼でもシーケンシャルなしとかいろいろあるんだけど、 あと前駆とかねあるけど、前駆なんてシーケンシャルないですし、そういったものも、一度空割りして中入れ替えてコンピューター移植するだけで通常に付くようにできるオプションもちろんあるので、基本的にはアルベル全車種 LM のヘッドライト付けれます。ただもともとコーナリングランプってさっき言ってたさ、これコーナリングランプね、ハンドル切った時にパカって光ってくれるやつ、これの設定がもともとアルファードベルファイアに、元の車にない車に関しては付けれない、移植したとしてもオプションというかどうのこうのってなく、これは付けれないです。元々の車にないものに関してはこれは付けれない。シーケンシャルだとか三眼どうのとかデイライトがどうのかどうのとかっていうのは全部オプションで事前に指定していただければ全部付けれますんで、まあ、安心ですね。安心です。ということで、そのまま引き続きまた定点でまずヘッドライトをつけれるんで、ヘッドライトつける映像、そしてその後に車前後入れ替えて次は後ろバラしていく形になるんで、続きご覧ください。次前後入れ替えて後ろ進んでいきたいと思います。レールつけていきます。